はい、どうもこんにちは、田辺です。今日はですね、Galaxy Note 10 Plus のお話になるんですけども、今回はですね、Galaxy Note 10 Plus の面白い機能の一つである S Pen についての細かいね、使い方とか何ができるのっていうお話をしていこうと思います。まあやっぱりね、Galaxy いろいろスマホありますけど、 Galaxy Note といったらやっぱりペンなんですよ。ペンがあるっていうのがまあ最大の特徴なわけなので、今回は S Pen で何ができるのか、そのあたりをじっくりね紹介していこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということでまず早速ね、ペンなんですけども、詳しくお見せすると、まずこちらですね、このスマートフォンの底面にこのペンが格納されてます。この右側ですね、ここをカチッとクリックすると、シュッとね、こういう感じでペンを取り出すことができます。今回のこちらのオーラグローについてくるペンは青色ですね。この青色がついてきています。でペンの外観とかデザイン的にはこういった感じになってます。結構細いです。であまり長さとかはそんなに長くないので、本当に普通の鉛筆とかよりは結構小さい感じになります。まあでもこれスマホにね格納されているのですごくいいですね。でこの上の部分は一応カチッカチッとクリックできるような感じになってます。このサイドのね横にこれボタンがついているんですけど、ここのボタンを押して結構いろんな操作を、することができるっていうのが特徴的です。でペンの先っちょの方はこんな感じですね。まあ普通の鉛筆の芯がちょっと出てるような感じになっています。でこのペンを使って、まあ、実際スマホにね、こう書き込んでいったりとか、まあ、いろんな操作ができるということですね。じゃあまず何ができるのか一個ずつお話していくんですけど、まず一つ使えるのが画面オフメモっていうものがあります。まあ、スマホの画面を立ち上げてない状態ですね。でメモすることができるんですよ。で今、ご覧の通りですね、こちら、スマホの画面の方はオフになってます。でこの状態でまずペンを、取り出しますと、こう取り出しますよと。そうすると今画面オフメモの状態になりました。スマホのロックとかを解除していない状態で、とりあえずサクッとね、素早くメモを取ることができるんですね。でまあ画面オフメモ、画面オフメモサンプルみたいな感じで、こんな感じでね、素早く画面オフメモを、取ることができます。今回ですね、こちら画面オフメモでも、色を変えれます。今白で書いてるんですけど、まあ、赤でね書いたりとかもできます。色を選択していくことができる。使えるのは赤、緑、ブルー、ホワイト、イエローですね。5色使えるっていう感じになっています。で、消しゴムをこの状態で使うことができます。こんな感じですね。で、まあ、サクッとメモして保存しますと。で、保存すると、まあ、Galaxy Note の中の Galaxy Notes っていう、ね、アプリがあるんですけど、その中にも自動的に保存がされています。これが画面オフメモですね。で、ちょっとここからね、画面の方も録画しているので、この辺に出しますけど、今、メモしたメモどこに行ったのかっていうと、Galaxy Notes のアプリの中にも保存されてます。まあ、いろいろね、試し書きをしてるんですけど、今、画面オフメモで作ったサンプルがこんな感じで出てます。ちなみに画面オフメモで作ったメモも、もうこれね、ここテキスト変換されてるんですよ。でコピーってします。そしたらもうこの、テキストを、まあ、例えば誰かに送ったりとかね、シェアしたりっていうこともできるんですよ。まあ、例えばこれ Google Keep ですけど、まあ、その中に貼り付けてやると、画面オフメモサンプル、ちょっとね目が、バッテンになっちゃってこう変換されてますけど、まあ、こんな感じで貼り付けたりもできます。すごいですよね。画面オフメモでもテキスト化されてすぐ、いけちゃいますということです。で、基本的にメモのアプリは、この Galaxy Notes をね、使うんですけども、新しくメモを作るときは、このアプリを立ち上げて、このプラスボタンですね、タップすると新しいメモが、作れます。で、分類とかもあるんですけど、まあ、カテゴリーですよね。買い物リストとかをメモでね、サクッと作りたいときは、まあ、買い物リストのカテゴリーを作りますと。そうすると買い物リストだけのカテゴリーができるのでいいですよね。でもこの状態でもう、どんどん、ね、メモができますと、なんだろう、バナナとか、なんでこんな薄い文字なのか、うん、バナナとか卵とかね、コーヒーとか、こんな感じで、買いたいものをサクッとメモしますよと。で、その後、こうテキストボタンがあるんですけど、これ押すとですね、まあ、こんな感じで、ちょっとね、バナナがうまく変換できなかったですけど、卵とコーヒーはうまくいってますね。字が下手すぎると、ちょっとね、こう変換してしまうことは、まあ、ありますね、残念ながら。ちょっとね、ミスっちゃったかな。おー、来ましたね。今度は、まあ、卵、コーヒー、バナナみたいな感じで、ちゃんとテキスト変換できました。
こんな感じで、まあ、ある程度ね、しっかり読める文字を書くっていうのも大事ですけど、変換もしっかりできます。ただ下手すぎると、誤変換してしまうことがありますということですね。で、まあ、ここに変換されたものはすぐコピーしてテキストとして保存することもできるし、まあ、変換ってやっちゃうとね、こんな感じで、もうテキスト変換された状態でこの保存ができますという感じです。ちなみにこれをシェアしたいという時なんかは、まあ、これをこのまま保存しちゃってもいいんですけど、まあ、一回保存しましたよと。で、これですね、シェアボタンを押すと、Galaxy Notes ファイルとか、まあ、Microsoft Word ファイル、PDF、画像、テキストファイルと保存してシェアすることができます。まあ、テキストファイルで保存して誰かに送ったりとか、Microsoft Word ファイルに変換して、Word ファイルでこんな感じで保存された状態で、まあ、シェアすることもできます。まあ、自分のデスクトップのパソコンとかに飛ばして、Word の方で開くことができるということですね。これが、まあ、今回の新機能になってます。ちょっとしたメモのつもりで作っているこういうメモが、Word変換までできるっていうのはなかなか面白いですね。ちなみにちょっとこの Galaxy Notes のアプリの操作なんですけど、ボタン1回押すと消しゴムモードに、しました。で、2回押すとお気に入りのペンに切り替えっていうね、いう風になってます。で、お気に入りのペンの色とかを決めておくんですよ。赤お気に入りですよって感じで赤にします。ちょっと太めにしようかなみたいな感じで、お気に入りのペンを今1個追加しました。で、まあ、この色がね、お気に入りということですね。で、私の場合1回押すと消しゴムにしたので、もう一回押すとペンに戻りますと。で、もう一回ボタンを押すと、すぐ消せますと。これめちゃめちゃやりやすいんですよ。このショートカットですね。あいうえおで書いて、あ、やっぱいらないわってなったらボタンを押してすぐ消しゴムにして消せますという感じ。で、逆に違うペンを使ってましたと。このペンみたいな感じで、今オレンジのペンを使ってますと。で、この状態で2回クリックします。そうすると、もう赤のペンに切り替わるんですよ。お気に入りに登録してるからですね。お気に入りにペンを追加しておくと、まあ、すぐダブルタップでね、ペンを切り替えることができると。まあ、シングルタップでお気に入りのペンに切り替えもできます。まあ、これは好みで、やっていくといいと思います。私の場合は消しゴムの方が使う頻度高いかなと思ったので、1回タップで消しゴムに切り替わるようにしましたということですね。その辺は自由にカスタマイズができます。ちなみにこれ書きやすいかどうかっていうと、小さいと書きにくいので、やっぱりズームすると書きやすくなります。まあ、こんな感じで、大きくすると、書きやすいですね。でちょっとこう大きくすると、字がこれ太いんで、ちょっと細くした方が、より書きやすいですね。こんな感じかな。うん、まあ、より丁寧に書けますよね。こうすると字下手やな字下手かっていう、ね、書きやすいと。うん、こんな感じで、まあ、ある程度書きやすいです。で、こう戻すと、まあ、結構しっかり見えてますよね。で、書いた後にこう投げ縄で選択して、テキストのスタイルを変更して青にするとか完了。で、文字の色を変えたりっていうこともできたりします。結構なかなか、自由度高いですね。で、今書きやすいって書いたのをテキスト変換すぐできます。これもうミスってないですね。で、コピーという感じでコピーしたり、めちゃめちゃこのノートのアプリ使いやすいです。ちょっと使ってみて、ね、今感激中ですね。このノートのアプリはかなり使いやすいと思います。で、今これズームモードにした時に、どんどん横に行きたいよって時はこのペンをですね、ちょっとこの右の方にやるんですよ。そうするとこう自動でこう右の方にずれてくれるので、逆もそうですね。戻りたい時はペンを画面の端の方に引っ張っていくと、こんな感じでずらしていくことができます。続き書きたいときですよと。うん。これで、できると。戻りたいなんてときはこっちにやれば戻れますという感じで、結構このあたり直感的でスムーズに操作できます。なんかズームしてる状態でも、メモ書きやすいです。で、テキストに、ズームになっちゃったけど、こんな感じですということですね。はい、これが Galaxy Notes のアプリでした。もっとね、細かく色を変えてったりとか、いろんな遊びができます。結構これはもう、実際やって試して、使ってみるのが一番面白いと思います。Galaxy Notes のアプリはかなり実用性は高いと思います。で、次ペンでできることなんですけど、もちろんノートを取るだけじゃないんですよ。ブラウジングをするときとかもかなり使えます。まあ、例えばこれ、また私の作っているブログですね。指で操作しなくても、まあ、普通にブラウジングとかがこれできちゃうので、画面を汚さずにブラウジングできるっていうのがいいと思います。まあ、こんな感じでね、どんどん見ていくみたいなことができますと。結構ブラウジングするときもいいですよね。で、ブラウジングをしてると、これ翻訳をしたくなるときって、たまにあるかもしれないんですけど、今日本語から英語に変換するとき、こうですね。今、私のブログ日本語で書いてるものが、こう、
選択されて、英語に変換されてます。まあ、Google 翻訳を使ってっていう感じですね。うん、これも一文が英語に変換されてるという感じですね。Rock music is especially good。 うん、しっかり変換されてますね。はい、こんな感じです。まあ、今日本語を英語に変換したんですけども、まあ、例えばちょっと英語のなんかニュースとかを見てて、翻訳したいよって時は、まあ、こんな感じで範囲を選択しつつ翻訳するっていうこともしっかりできます。こうですね、英語から日本語にするといいですね。うん、こんな感じで、すぐね、英語から日本語にブラウジング中にペンを使いながらここを翻訳したいっていう風にして翻訳することができますと。右の方にペンのアイコンがあるんですけど、こうタップするといろいろメニューがあります。まあ、キャプチャー手書きとかをやると、まあ、キャプチャーをして、そこに手書きを加えていくなんてこともできます。こんな感じでページをキャプチャーしたものに手書きを加えていくっていうこともできます。ビクスビービジョンっていうね、ものもあるんですけど、まあ、ブラウジングをしている中のものをこう、これなんだろうみたいな感じで、画像検索できるみたいなやつです。 Google レンズに近い機能ですね。うん、まあ、ちょっと違うものが出てきてますけど、こういったことができます。これ Pinterest を元に画像を引っ張ってきてるっていう感じですね。 Bixby Vision、 これもペンで選択して使えるという感じです。でスマート選択っていうのは、まあ、今見てるページの中ですね、ページの中をこうスマートに選択して、選択したものをテキストを抽出したりとか画面に固定とか、ね、いろいろできるわけですね。今、保存したキャプチャーが固定されたり、しますと。だから手書きの手紙とかを、この写真撮ってこの切り取って、テキストにして保存するとか、そんなことも簡単にできそうですね。でこのライブメッセージっていう機能があります。これは何かっていうと、今ここ背景ね、画像を使ってるんですけど、ここに、テキストを書いていきます。でこれスケッチを開始ってやります。で、こんにちはみたいなメッセージを書いて完了とやると、こうですね、今こんにちはって書いたものが、ライブのメッセージになって、表示される。これをまあそのまま誰かに LINE で送ったりとかって感じで、ちょっと可愛いメッセージを送れたりする。まあこれが、ライブメッセージってやつですね。で AR 手書きなんていう機能もあります。これはですね、自分の顔を、録画しつつ髪の毛をなんかこう作りますみたいな感じでやると、これ今 AR で今イラストを描いたものが、表示されてるんですよ。こう動きに合わせて動くみたいな、こういうことができます。これなかなか面白いですよね。ちょっとした面白い機能ですけど、こんな機能もあります。であとちょっと面白いアプリがあるんですけど、あのペンアップっていうアプリが入ってるんですよ。まあ、ギャラクシーノートとかでこの作った絵とかをシェアできるっていうね、ちょっと面白い SNS みたいになってます。まあ、これで人が描いたこのライブスケッチとかをね、見ることもできるんですけど、ちょっと可愛いやつとかね、こう再生したりするとこんな感じでですね、どうやってこの絵が作られたのかみたいな、ものをですね、見たりシェアしたりっていうことができます。まあ、こんな感じで完成しますよというものが見れたりとか、まあ、絵心のある人は自分でこういう絵を描いていくことができるんですよ。このプラスボタンから、スケッチをするということで、まあ、ゼロからスケッチをしていくってこともできます。絵心がなくてちょっとなって人は、写真を撮って写真の上からスケッチをしていくってこともできるんですよ。上になぞっていくような感じで絵が描けるということですね。まあ、こんな感じでなぞりつつ絵を描いていくみたいなことも、できるということです。まあ、こういう感じでですね、まあ、ちょっと、下手すぎて申し訳ないですけど、こんな感じで絵を描いていくってこともできるということですね。結構だから、まあ、ちゃんとやろうと思うと絵心がなくてもある程度楽しめるっていうのがこのペンアップ面白いところだと思います。ノートを使ったりとかペンを使うっていう機能も、使ったんですけど、まあ、カメラの機能とかもね、使えますよということで、今これカメラを起動しているんですけど、これは前回も紹介したんですけど、まあ、ボタンを押しながら操作をできますと。横にスワイプするとモードをこう切り替えていったりとかもできますよと。で上にこうやるとカメラを反転できますよということですね。でボタンを押すとシャッター切れますよということですね。でどこまで離れてもこのシャッター切れるのか、ちょっと気になっている人がいたみたいなんで、ちょっとやってみようかな。ちょっと今からシャッター切れるかやってみようと思います。切れてるかチェックしてみますね。でこれを持って、はい、ということで今ペンだけ持ってちょっと離れてシャッター切ってみたんですけど、隣の部屋ぐらいまでだったらギリって感じですね。2部屋離れると厳しいです。もう今まで行こうとすると全然届かなかったですね。だからまあ何メートルかな、まあ、5メートル、6メートル、7メートルとかそのぐらいまでだったらいけると思います。多分10メートルは
結構きついかもしれないっていうぐらいですね。これまあ環境にもよると思うんですけど、あんまり離れすぎるとさすがにシャッターは切れないです。でそれからまあ操作としてはボタンを押しながらこうくるくるとしていくと画角を変えられますよっていうものがあります。これは本当1段階ずつっていう感じですね。 0.1 ずつ丸を描くと、変わっていくっていう感じですね。まあ、これが S ペンを使ってできるカメラの操作ですね。だからまあちょっと集合写真とかを撮りたいよなんて時は、離れたところに、Galaxy Note 10 Plus を設置してペンだけ持って行って、まあ、シャッターはこのペンで切るみたいな、そんな操作ができるので実用的で結構使いやすいと思います。それ以外に実はね、これ YouTube とか見てる時に、ペンを使った操作もできるんですよ。まあ、例えば、まあ、Galaxy のこれ今レビュー動画を見てますよという時に、今音ゼロにしてるんですよ。このボタンを押しながら上にやっていくと音量が大きくなります。逆に下に行くと音量を下げることができるということで、音量の操作をペンのジェスチャーでできるというところで、再生停止はボタン1回押すでできます。で次の動画に行く時は2回タップでもいけます。ちょっと人の動画になっちゃったんですぐ消しますけど、こんな感じですね。で前の動画とかに戻りたいときはペンを押しながらこう横にさっさっとやっていくと次の動画に行くと前の動画に戻ることができます。ちなみにこの操作は、まあ、動画でもできるんですけど、音楽を聴いてるときも同じ操作が使えます。押しながら右スワイプで次の曲、押しながら左スワイプで前の曲、ボタンクリックで再生停止、2回クリックで次の曲とかね、音量アップは上、音量ダウンは下っていう感じで操作ができます。でも本当このペン、ね、めちゃめちゃ万能なんですよね。ちなみに今回こちらの S ペンですね、バッテリー式なので一応10時間最大で連続で使えるということです。で基本的に Galaxy Note 10 Plus の中に収納しておけば、まあ、自動的に充電されているのでペンのバッテリーに困るっていうことはないと思います。ただまあ取り出したまんまで放置しちゃったりとかすると、ペンのバッテリーがなくなっちゃったりっていう可能性があるので、まあ、基本は Note 10 Plus の中に常に収納しておくっていうのが一番いいのかなと思います。はい、ということで今回はですね、Galaxy Note 10 Plus の S ペンでできることを紹介してきました。結構ですね、いろんなことができる、ただまあノートを撮るだけでも、十分面白いんですけども、ノートも撮れるし、イラストも描けるし、ブラウジングをするときに使ったりもできるし、カメラの操作もできるということで、非常に万能なペンに仕上がっていると思いました。まあ、ペンの感じとかはね、店頭でも普通に試せると思いますので、まだ Galaxy Note 10 Plus を買っていなくて興味ある方はぜひ、ね、触ってみていろいろ遊んでみると面白いかなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。